ジョン・フライ・クリン・ガウチャーは、アメリカ合衆国の宣教師であり、ボルティモア女子大学設立者、モルガン大学設立者である。また、日本においては、青山学院の設立にも大きな貢献を果たした。青山学院青山キャンパス内の石碑1845年、ペンシルベニア州ウェインズボロに生まれた。1868年に、リッキンソン大学を卒業する。 1872年に修士号を取得、1885年に博士号を取得した。名誉神学博士、名誉法学博士である。1869年、米国メソジスト監督協会ボルティモア年会で、アンシュレを受けて牧師になり、伝道を開始。世界市民の考えによる、超強派的宣教を目指し、世界各地の宗教教育と伝道を行った。 ガウチャーは1877年に資産家の遺産の相続人であるメアリー・セシリー・フィッシャーと結婚する。インド、中国、日本のメソジスト派の宣教のために多額の援助を行った。また、キリスト教の教育に莫大な資材を投じた。日本においては青山学院の設立に貢献した。ガウチャーにより6万ドルを超える援助がなされ、美海人学校が設立された。 この援助金は、青山の土地購入資金や、校舎の建築資金にも使われた。ガウチャーは、青山学院には特に関心を持って、数回来日した際に訪れている。彼の名を冠して、青山学院大学の前身である、東京英和学校には、ガウチャーホールが建設されたが、新ガウチャーホールの建設によって解体され、新校舎も関東大震災で大破したため、 どちらも現存していない。現在、青山学院大学のビルの一つは、彼の名にちなみガウチャーメモリアルホールと呼ばれている。黒人のための初の大学である、モルガン大学の創立者であり、また1889年に、メリーランド州に、ボルティモア女子大学を設立した。1890年より1908年まで、ガウチャー大学の学長を務めた。1919 19年に、 日本政府より、軍参島局実賞を受賞する。1922年、逝去。実質的に言うと、青山学院は、ガウチャーの資材によって設立したとも言える。ありがとうございます。